この動画は、ロボバクのルビーとゴッサンが、いろんな街へ赴き、中古ゲームなどが売ってそうなお店を探索したり、観光名所を巡ったりする動画です。いつもお世話になっております。ロゴファクのロビーです。いつもお世話になっております。ゴッサンです。豊中ローズ球場。というわけで、今回は大阪府豊中市に行ってまいりました。行ってまいりました。では、いつもの説明いきましょうか。豊中市は大阪府北部の北摂豊野地域に位置する市、中核市に指定されている。人口は約40万人であり、大阪市、堺市、東大阪市に次いで府内第4位の人口を要する。さらに大阪市都心から15キロ圏内という利点を生かし、北東部の新千里地区を中心に大阪都市圏の衛星都市、ベッドタウンとして昭和30年代から千里ニュータウンの開発が急速に進んだ。交通面でも阪急電鉄、北大阪急行電鉄と阪急バスによる公共交通網、中国自動車道、名神高速道路、阪神高速池田線、新御堂筋をはじめとする幹線道路網、それに市、北西部の大阪国際空港の存在など、支弁の地である。というわけです。なるほど。っていうか、そもそも千里中央って豊中だったのね。千里中央。豊中市の花木はバラと金木犀。そうですか。姉妹都市はカリフォルニア州サンマテオ市。いやー、別にその辺はどうでもいいな。ウィキペディア。はい、というわけでございまして、まずは千里中央行ってまいりました。千里中央で、まずその千里中央で最初にやってきましたのが、ヤマダ電機ラビライフセレクト千里で、まあ家電とかを見に来ることは何回かあったんですけども、ゲームっていうのはそんなゆっくり見たことなかったんでね、探ってみるといろいろありました。いろいろありました。周辺機器とかに結構力入れてるというか、ただ単に在庫がいっぱいあるのか、レトロフリークの周辺機器とかも含めて結構いろいろありましたね。で、これはロゴファク的にちょっと嬉しかった。 Xbox One コーナーがある。 Xbox One コーナー見ないよこれ最近。 Xbox コーナーって見ない。あったとしても1列ぐらいにとどまってるからね。ただし大体定価である。ただ定価だけど、初回生産版とか初回封入特典とかっていうのが結構残ってるのかな。ここで買い物をするのであれば、新品の限定版をお求めであるならばメリットがあると思います。意外と残ってますね。はい。で、千里中央にもう少し他にゲームショップがあるのかなと思いきや、全く何もなく。次に目指すのが、少し南下して、蔦屋上神殿店。蔦屋上神殿店。ここね、ゲームあるかと思ったら、ないですね。ないタイプの蔦屋ですね。まあ、嘆いてても始まらないので、豊中はいろいろ巡るところがあったので、次を目指します。古本市場、東豊中店。古本市場、東豊中店。ここが珍しかったのが、マンションの1階に構えてる古本市場。マンション1階にあるんですね。で、こちらでロビーが買わしてもらったのが、RPG 作ると、謎のプレイステーションのゲーム、薬の辞典。薬の辞典。珍しかったので、手に取ってみました。はい。こちらは、ボスさんが発掘した攻略本です。ファミコン、スーパーファミコンの攻略本って、そこそこの値段がついてるのですが、こちらが全部80円。安い。はい、ではどんどん進んでいきます。割とネット上で有名なおもちゃ屋さん、ロビンフットというのがあったんですけども、なんとこの日は閉まってました。タイミングが悪かった。翌日で夏季休暇でしたね。残念。はい、では阪急沿線、阪急岡町駅付近の岡町商店街、桜塚商店街の付近にあります古書買取松宮書店。松宮書店、こちらもなかなか年季の入った古本屋さんのようなんですけど、閉まってました。夏季休暇でしたね。残念。
こういうところにね、昔の古い攻略本とかあったりするんですかね。古い攻略本や、あの年代物のファミ通などがあればと思いましたが、残念。残念。一方こっちはやってました。おもちゃ人形プラモデル、丸中玩具。こちらおばちゃんがお店番をしてましたけど、親切丁寧に商品の説明をしていただきました。ありがとうございました。ゲームが売ってるというわけではないんですけども、やはり今時のおもちゃ屋さんもやっぱり子供向けのカードに特化してるのか、ショーケースにはそちらの方が並んでることが多かったですね。はい。で、ただ単にウィンドショッピングをして説明だけしてもらうというのが悪かったので、それぞれ1点ずつ手に取ってみました。案外こういうおもちゃっていいですよね。おそらく昔と比べたらこの手の食玩がよく並んでる気がしますね。で、さらにこの商店街の中にもう一つあるお店はこちら、マイブックス。手塚治虫ロードを作ろう会、そんなん書いてたんだ。こちらがリサイクルショップになるんですかね。古本屋さんになるのかな。もう何でもありや。入り口のところなんですけども、まあ雑貨がいろいろありまして、で中は中でもう本がもうそこら中に進みようがないぐらい積んであったんですけどね。人が一人通る道しかなかったですね。なかったですね。本が平積みされ、その合間におもちゃがあり、ゲームソフトが転がり、ここ発掘したら絶対面白いもん出てくると思うんですけど、発掘できないんですよ。発掘できないです。でなんとかその表の方に転がってるやつで面白そうだなと思ったのがこちら、ファミツウェブ DVD。 ファミツウェブ DVD 結構新しめなんですけどね。2010年。中の商品なんですけど、特に値段が書いてないものばかり でこのファミツウェブ DVD を持っておっちゃんにこれいくら言うて声かけてみたところ、600円という結構適当な言葉が返ってきたんで、中の商品はおそらく気分次第、おじさんの気分次第で値段が変わります。まあ、中にはここに行ってたまたまうまいこと目について発掘できたらお安く手に入れることも可能なのかもしれません。ではロゴ博一行、阪急宝塚線岡町付近から少し南下しまして、服部天神駅にやってきました。この服部天神駅付近も細々とお店がいろいろあったんですけども、この辺りロゴ博抜かりなく調べ尽くしてきました。はい、岡部玩具店、看板がクリーニング屋さんだ。こちらの店舗なんですけども、模型屋さんのような感じで棚には並べられてるんですけども、思いっきり真ん中に机を広げてカードゲームで遊ぶようなスペースがあったので、おそらく子どものデュエルスペースとなってるでしょう。先ほどの丸中玩具店に比べるとカードゲーム特化のおもちゃ屋さんでしたね。ロゴファク残念ながらカードにはそこまで興味がないので、特に何も買うことなく失礼しました。はい、ではこの周辺をちょこちょこ歩き回りまして、次にやってきたのが古書漫画稲野書店。稲野書店、こちらもまあなかなかの年季の入った書店でしたね。おじいさんが一人で営業しておられるお店でしたね。店に入ってカウンターの向こうで本を一冊一冊丁寧に拭いてるような店主がいる古本屋さんに久々に入った。でこちらも中いろいろ発掘したんですけども、はい、ここは何がすごいかというと、昭和の本から令和の本までいろいろ揃ってたね。特に雑誌が昭和の古いアニメやゲーム関連の本がいっぱいありましたね。まあこちらもいろいろ買わせていただきました。買わせていただきました。そしてまだまだ服部天神駅付近を攻めます。近くにあるのがまたしてもおもちゃと趣味の店、ナルト屋。ナルト屋、こちらは今までのおもちゃ屋さんと違って昔のおもちゃが昔の値段そのまま置いてあるようなお店でした。おそらく昔仕入れた在庫の残りをそのままさばこうと営業している感じですね。でこちらでロビー、運命的な出会いをします。トムリアット、ビクトリーガンダム、トムリアット。これはロビーが子どもの頃にテレビでやってたビクトリーガンダムのガンダムが欲しかったのに、実際に母親に買われたのがこれという一品です。なぜトムリアット、なんでトムリアットかは分かんない。いやー、まさかの数十年ぶりにもう一度再会を果たすとは思いませんでした。服部天神駅付近は以上の店舗になります。車に戻りまして176号線を南下します。次に見えてきましたのがエディオン豊中店。エディオン豊中店、まあこちらも大きい店舗ですね。いつものガンプラを見てみようの一枚です。わかりやすいこと比較してくれてるんですよね、店員さんが。うん、改造バージョンなんてあるのか。ただ後ろのモデリングとかが結構ひどいけどね。ストライクのガニ股とかね、立ち方がね、にゃってなって。
極めつけにはもうズゴックがもうひっくり返ってるっていうね。こちらはロボット魂アニメシリーズの展示コーナーですね。はい、ではエディオン出まして、もうエディオンと目と鼻の先ですね。176号線、今回の豊中でいうと一番南側に位置するセガ新三国アルゴ7。セガ新三国アルゴ7、すごい施設で、ボーリングはできる、ゲーセンはある、カラオケもある、パチンコもあり、のスーパー銭湯もある。ご飯も食べる、何でもできるぜ。しかしロゴパク何かをしている時間がなかったのである。なかったのである。でロゴパクそのまま176号線を U ターン。次にやってきましたのが山田電機スマイル山田豊中店。豊中店、こちらうっかり写真を撮り忘れてしまいましたが、電気屋さんなのに新品の本が多数取り揃えてあるという特殊なお店。ゲーム関連の攻略本や雑誌なども多数ありました。山田電機を出まして次にやってきましたのが、少し北上したところにある古本市場庄内店。こちらもマンションの1階に古本市場は珍しいとか抜かしてたのにもかかわらず、マンションの1階に存在する古本市場です。豊中市に存在する古本市場は両店舗ともマンションの1階に存在するのです。ここね、看板がすっごく控えめで分かりづらいの。普通に車で走ってたら通り過ぎる確率大でしょうね。はい、でこちらで買ったのがこんな内容。はい、ちょっとお安めの PSP とクイーンズゲートを買ってみました。あとスターウォーズ。スターウォーズで、いよいよ時間帯は夕方で店舗の閉店時間を気にしないといけなかったのですが、なんと上司の営業時間に間に合わないというトラブル、閉店してしまいました。で仕方がないのでそのまま上司を過ぎて11号線、リサイクルセンター何でも豊中。もうすっかり夜です。夜になりました。こちらがリサイクルセンターなんですけども、そこから直結してる横の店舗はもう完全業務用の道具から棚、調理器具、いろいろ取り揃えています。飲食店で使う大きい鍋とかパワーが強そうなコンロとか。しかしロゴ博、こんなところでも抜かりなく調査しに行きます。ありました、ゲーム棚。ありました、ゲームコーナー。でこちらで買ったのが、こちらで発掘したのがプレイステーション1の変なメモリーカード。なんだこの形、見たことね。中身はどうなるかはお楽しみです。こちらの店舗洋酒とかも売ってたので、またゆっくり拝見したいなと思います。この辺りで時間としては午後の8時を回ったあたり、そろそろ閉まっていきます。次に我々やってきましたのがラウンド1豊中店。豊中店、こちらはまあゲームのラインナップとしてはまあラウンド1ですね。ラウンド1です。まあ久々だったのでいろいろなゲームをして遊んでまいりました。まあ、知らんうちになんか見たこともないような筐体とか増えたりしてますね。ラウンド1は大体のゲーム機を入れるので大抵のアーケードゲームは遊べますね。遊べるんだな。はい、では176号線に戻りまして、今日の最後、ゲオ豊中服部店です。ゲオ豊中服部店、こちらの店舗は相変わらずゲオセールをやってたので、ゲオ豊中服部店に来て初めての試み。アミーボはセールの対象品になるのか。周辺機器も対象と書いてるのでいけるのかなと。できました。いけました、アミーボ対象です。もっと買っておけばよかった。買っておけばよかった。以上豊中ゲーム放浪記でした。今回あの前半の方がね閉まってるお店とかもあったんで、あのあたりはもう一度調査に行く必要がありますね。あります。はい、それでは今回の動画は以上となります。次はどこの街に行くかな、お楽しみに。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。